今回は新福菜館を作ります。最近またブームが訪れてますね。何度か食べてるんですけど、カップ麺が出てるようなので食べて記憶を蘇らせたいと思います。
ではいただきます。京都ラーメンが今流行ってるんですかね。怪力や来来亭も京都ですよね。共通してるのは細麺でコクはあるけどあっさりしているラーメンですよね。京都の五香醤油っていうね醤油を使ってるみたいで、手に入らなかったので甘口の醤油ね使いました。めちゃくちゃうまいのでぜひ食べに行ってください。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画を気に入っていただけましたら、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。ごちそうさまでした。